緊張しちゃうね。ラフィーはそうでもない。綾波もいつも通りです。え、そうなの？雰囲気を楽しめる余裕が出てきたら一人前のレディね。新見ちゃんは楽しめてるの？まあジャベリンよりはね。ビスマルクさん何してるのかな。じー、どうした？私の顔に何かついているのか？そういえばティルピッツさんとは話していないんですか？あの子にいつどこに誘ってもらっても大丈夫なようにドレスもちゃんと用意してるんだけど、どれだけ待っていてもティルピッツは。用意しただけでは意味がないので、まずはドレスに着替えましょう。ラフィーちゃん、お任せ。ちょっと待って、おかしくないか？バッチリです。ピース、あとは誰かを誘う時には決め台詞が必要だって。私と一緒に一曲踊らないか？これはちゃんとティルピッツさんに言ってね。ありがとう、みんな。私からティルピッツを誘ってみるよ。うまくいくかな？大丈夫だよ、きっとうまくいくよ。